秘密基地大作戦。武田和成です。土屋幸太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。今ちょっと大人の話をしてましたが、はい、俺とツッチーといえば、そうですね。やっぱスイーツじゃん。そうですね。誰もが知る。そう、誰もが知るところがあるじゃん。ね、もうなんかパンケーキから生まれたところあるじゃん。ね、あのバターが割れたら出てきた。じゃあパンケーキじゃないじゃん。バターじゃねえ。確かに。乳製品だ。そう、乳製品。なんかあのスイーツの話、なんか女子トーク的な、なんかあのほら、レインボー。食べるんですか、スイーツ。スイーツ食べるね、結構。何をもってして、どっからがスイーツなの。甘ければスイーツなんじゃん。じゃあアンパンはスイーツ。スイーツと捉えても差し支えない。すごい。人によっては全方位全方位気使った意味。百方美人です。スイーツと捉えても差し支えがない。あの捉えていただいても、うん、あの結構なポテンシャルを備えてらっしゃると思います。甘味はさ、なんか例えば羊羹とかさ。まあ、分かりやすいところで言えばスイーツじゃん。まあでもアンパンがそうでどら焼きがこっちだっていうのはよく分かんないですよね。確かに。あれは どこがあれなの、境目はどこなの。いやいやいや、どら焼きはパン、どら焼きはデザート。確かにスイーツ買おうって言ってアンパンを選ぶ人は少ないかもしれない。ずっちさ、あ、まあ、子供だとしてさ、うん、若かりし頃にお母さんがさ、ほら孝太郎今日のおやつこれよってさ、どら焼きだったらどら焼きかと思うじゃん。好きか嫌いか別として、ああ今日のやつはどら焼きだなって、あれ、今日のおやつこれよってアンパン渡されたらさ、パンってなるね。確かになんか妙な違和感。でもそれはここにその至るまでアンパンというのはスイーツじゃなくて、そのお昼だとかそういうのに出てくる記憶をもとにあれアンパンだってなってるだけで、デザートに常にアンパンを食わされる、5年間とかだったら、あ、やったアンパンだになる可能性はもちろんある。クロワッサンは？クロワッサン、クロワッサンはバターテイストだったらパンでいいんじゃないですか。あのシュガーテイストっていうんですか、結晶がかかってるような、あと中にチョコ入ってるとか。そうです、そうです、そういうやっぱクロワッサンというより甘みを楽しんでほしい、そういう目的で作ってたらスイーツ、スイーツとして捉えていただいて差し支えない。これさ、アップルパイとかさあるじゃん、うん、はいはい、フルーツのパイは、うんうん、基本的にはスイーツ分類だと思うんですが、うん、もう僕もスイーツだと思いますけど、コンビニとかスーパーに行くとパンのコーナーにさアップルパイ置いてあったりするじゃん、うん、あれはアップルパイパンですよ。アップルパイパンなの。ちょっとあの音が良くない音が良くないですね、これね。アップルパイパンなの。アップルパイのパンですよ、あれ。そう、アップルパイではな多分ないじゃないですか。でも商品名でもアップルパイって書いてある。分かりやすく、あ、でも伝えたいだけで、デニッシュの生地だから、うん、パイといえばパイ、うん、まあでもあの形でパイっていうのはちょっと認められない。認められない、あれは認められない。やっぱりあの差し支えがある、あれは。そうですね、あのやっぱ三角形のピザのような形をしててほしいですから、パイには。じゃああっちのパイはスイーツ。あっちのパイはスイーツ。でも、まあ、アップルパイはスイーツだけどさ、ニシンのパイはご飯だよね。ニシンのパイは、おばあちゃんが作ってくれたニシンのパイは、あれはパーティーに持ってくるやつだから。あれ魔女宅で配ってたやつ。そうそう、あおばあちゃんが作ってくれた、まあ、確かにあれは食事というか。そうだよね、確かにあれで紅茶を飲む気にはならない。ニシンのパイで紅茶はちょっとね。なるほど。コーヒーは、まあでもそのスイーツの区分の話っていう、なんか、あ、そう、流行りのスイーツみたいな話をしろって今日の D が言ってるんだけどさ、流行りのスイーツ、あなたたちの知ってる一番最新のスイーツって何なのよ、 あんたたちおじさん2人。え、そんななんか流行りとか、なんか毎年だって、毎年毎年さ、はい、あのその JK たち、うん、10代の女の子、女性を中心にさ、なんかタピオカブームがあったりさ、うん、なんかいろいろなタデココブームがあったりさ、かつてなんかいろいろしたじゃん、うん、今は
土が知ってる最新はない。もう色のついた綿飴は流行ってないんですか、あのモリモリの最新じゃない、流行ってなくはないけど最新ではない。最新ではない。僕の最新はそのモリモリの色のついた原宿の綿飴。俺の最新はマリトッツォです。はい、でもあれももうね、あの3年前、4年前ぐらいの。マリトッツォっていうのは、しまりきってないシュークリームみたいなあやつですよね。そう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 。イタリアのかな、どっかの。ここにクリームがポソッとあって、そこにあの 上蓋っていうか、上蓋がカシャってなってる。うん、で、あれは生地がマリトッツォっていうことなの、それとも、なんかクリーム挟んであるあの形状みたい、形状、あ、形を持ってしてマリトッツォっていうんですか。シュークリームもあのシューの生地にクリームが入っててシュークリーム、あ、シュー生地にクリームっていうこと。マリトッツォどこで、イタリアみたいな。イタリアだったはず、確か。なんかそうです、なんかイタリアっぽいですもんね。でも俺マリトッツォ食べたことない。ああ、じゃあ、いや、知らないぐらいですかね。知らずに、あ、でも知らずに食ってた可能性はある。あ、もう差し入れです、あ、いただきます、マカロンかみたいな何も知らずに食ってた可能性はちょっとあれです。美味しいな、俺は認識はしてたけどマリトッツォ風パンあれはコンビニにあったの。確かに、なんか聞いたことあるぞそれ。それは生地があのちょっと何、甘味寄せのパンだったの。あ、じゃあその本来のマリトッツォの生地では。そう、でも本来のマリトッツォの生地を知らないから、俺の中ではそれがマリトッツォ。なるほど、純マリトッツォ。純マリトッツォなの、うん、マリトッツォって言っても差し支えがない。ない。なんか大丈夫ですか、その業界的にスイーツ業界的に分かんないけど差し支えがないと思う。何なの、コンビニってさ結構流行りものをさ、あのコンビニ何企業努力で出したりするじゃん、うん、タピオカとかもさ、うん、タピオカわーっとやった時にあのストローさすタイプのドリンクでさ、うん、自分で作るやつとかもありますよね。そうそう、あったよ。あれこねるんですかね。そういうことじゃん。タピオカ、タピオカにタピオカ粉で丸めて、あ、自分で丸める。そうそうそう。あ、いや作るやつ、はい、作るやつはあれ丸まってる。 あれはお湯で戻して、ああやつ、なんかあの米状にするようなそういう作業がいるわけではない。もうできてるタピオカをタバ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 って入れて、茹でてない白玉団子を茹でて あんみつ作るみたいな雰囲気、雰囲気としては。なるほど。でもあれももう 4,5 年前じゃない、タピオカ。なんかケーキ屋さんって毎年毎年こう新作ケーキとか作ったりしないんですか。しそうだけどね。しそう、まあ確かにその。ちょっと流行るかどうかっていう。ケーキ屋さんは全然行かないからな。そうだね。コンビニでもなんか毎年毎年本来出てるんじゃないですか、今年これが美味しいよみたいな。コンビニは結構頻繁に、まあ、利用するし、うん、スイーツコーナーも一応見るの。はい。で俺最近見たのもうファミリーマートだけど見たのはあの森永のミルクキャラメルがあるじゃん、箱のやつ、うんうん、はい、をコラボしたバームクーヘンが置いてあったから、俺の中の最新スイーツはバームクーヘンです。バームクーヘン、俺の中の最新スイーツは最新一周回ってバームクーヘン、一周回って一周回って最新のあの切り株、僕結構昔からあの知ってますよ、あの袋にいっぱい入ってるやつミルクキャラメルのバームクーヘン、もしくはクレープ、クレープ、クレープ見た、コンビニで、あとシュークリーム、絶対屋台のクレープ、こう屋台のクレープうまいよね。やっぱうまいです。売る方買わないないんですよね。なんかたまたまなのか、うん、こうあいいなって思って通り過ぎることはあって、あただ次ってやった時にこう、あ、食べた気持ちじゃない、そういう状態じゃないんですよね。なんかそのツッチーのさ言ってその屋台のって、お祭りとかの屋台、いや、クレープ屋さんってだけ駅前に来てくれてて、そこでこバスとかワゴンとかで来る、あ、そうですね、キッチンカーとかそういうので、そこであの生地焼いてこう、うん、その場で作ってくれるやつ、美味しいよ。まあそうでしょうねいやもう思ってたぐらいですね今度さ、これあの実現するかどうかはまた別としてさ、ロケとか外行ってさ、つっちと周作に原宿でクレープ食べてもらおう面白いと思うんだよ。いや、特に白井君が面白いと思う。白井君ね、なんか、まあ、なんかこういう食いにくいなみたいな、こう絶対そういうこと言う。マリオンクレープに並ばせようぜ、白井周作。え、何これ、何 どれ選んだらいいのとかなりそうじゃん。しどろもどろ。しどろもどろ。つっちはクレープ食べれるし、周作は面白いし。
出席委員長かなっていう。面白い前提で喋ってるけど本人いないところで。なるほどね。スイーツ、最新スイーツはバームクーヘン。それはちょっと俺はあのはいとは言えない。差し支えが差し支えが。ツッチーの中での最新スイーツ、最新スイーツ食べたとかじゃない、情報として、る情報として、あの僕はあの色のついたわたあめ。そのが新しいね。確かにスイーツ僕居酒屋で結構頼むんです。ああ確かに、デザートの、デザートって書いてあるところ。僕 の, あの愛する鳥の貴族様は今だとチュロスとシャーベット状の何かと、うん、何かすごい風なんか硬いプリン、硬いプリン、ああイタリア、何プリンって言ったかな、イタリアなんか硬いプリン、本当に愛してんのかって貴族様が平民なんで貴族にはもう頭が。ツッチーが最近食べた、最近食べた、最新スイーツはチュロスってことでいい。もう完全にチュロス。確かにあれ以外頼まないなってこと。ああなるほど。僕仮に頼んでも、うん、パンケーキはチュロス、プリン、シャーベット状の何か。シャーベット状 の, ンキング。シャーベット状の何かはシャーベットじゃないんです。多分シャーベット。でももう名称に 何かってついてたんで。何か何か何かはちょっとあの皆さん自分で。いやでも鳥貴族メニューでググってください。あの貴族のデザートは美味しい。貴族のデザートっていうと聞くと美味しそうだね。あれでまたもう飲んじゃうぐらいですからね。終わんないじゃん。終わんないんです。いつ閉めるの？それがちょうど2つ同時に終わった時です。あ、だから土長いんだよ。ちょっと残っちゃうとね。一人で行ってもみんなで行っても。長い。まだ残ってるな。すいません。タコワサをって。タコワサなんか長引くんだからさ、絶対終わんないよって白井くんがいつも言ってるよ。じゃあ帰る。はい。なるほどね。で最新スイーツはタコワサということで結論させていただいて、差し支えだらけ、差し支えだらけで今日は終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。なんかおすすめあったら教えてください。教えてください。必ず食べます。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。